それでは初めにリステックス企画運営室長津田博史よりご挨拶と当センター事業のご説明を申し上げます。皆様こんにちは。私は社会技術経験開発センターの企画運営室津田と言います。よろしくお願いいたします。本日はお忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。私の方からは、開会の挨拶ということと、それからセンターの概要について簡単にご説明させていただきたいと思います。本日は今ご案内冒頭ございました通り、2つの、研究開発プログラムに関しましての、説明会ということになってございます。前半 の人と情報のエコシステムに関しては今回が3回目の公募ということになります。でまた後半の政策のための科学につきましては今回が7回目の公募となっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは私の方から社会技術研究開発とは何ぞやということについて簡単にご説明させていただきます。毎年ご出席されている方もいらっしゃるかと思います。また多分私の方から同じ話をさせていただくことになるかと思いますが、初めての方も多分いらっしゃるかと思いますので、しばし、ご辛抱いただければというふうに思います。私どもは JST の一部署でございまして、JST 全体としては今いろんな仕事をしているわけなんですけれども、この社会技術研究開発そのものもですね、戦略的創造研究推進事業の一翼を担っているという存在になっております。他の事業ですと、例えばクレストとか先駆けとかエラトーって言われているような基礎的研究開発を推進する事業の兄弟みたいな位置づけになって、私どもの社会技術研究開発も進めているところでございます。で、リステックスがやっておりますのが、社会技術研究開発というものでございますけれども、定義としてはしましては、ここに書いて、あります通りでございまして、いろんな分野の知見を統合して新しい社会システムを構築して、さまざまな社会的問題を解決していこうという研究開発を進めるものでございます。我々がやっているその研究開発プログラムそのものでございますが、ざっくり言いますと2つのタイプに分けられるかなというふうに思っております。それがこの下に書いてあるところなんですが、問題解決型というようなカテゴリーになりまして、これは社会の具体的な問題を領域の目標に掲げまして、その解決を目指していくというような研究開発でございます。より具体的な社会問題というものに対して、いろんなそのステークホルダーの方に関与いただきながら、現場第一で、問題解決に資する研究開発を進めていくと、そういう領域になってございます。でもう一つですね、2というふうに書いてございますが、技術の社会化型というふうに記載してございますけれども、これはどちらかというとその社会問題自体はまだあんまりこう具体化していないものというものが想定されております。例えば今日ご説明がこの後ございます人と情報のエコシステムに関しましては、AI が今後進展していく中で、起こりうるだろうさまざまな問題というものを取り上げ、ただそうは言ってもその具体的な問題というのはまだ見えてきてない部分もございます。 AI の研究開発に伴ってその進化に応じて生じうる社会的問題というようなものを想定しながら、それに備えるための研究開発を進めていこうというものでございます。で、そういう意味もあって、その AI というそのテクノロジーが社会に、適用される中で生じてくる問題というものにスコープを当てまして、その研究開発を進めていくというものでございます。したがいまして、その上の1に関しましては具体的に問題解決のソリューションというものが、具体的なアウトプットとして、考えられるわけなんですけれども、下の2に関しましてはどちらかというと、ソリューションというよりも何かその、心構えといいますか、何らかのその問題に備えるための方法論であったりとか、そのためのいろんな政策的なオプションの提示であったりとか、いろんな、アウトプットも想定されますけれども、どちらかというと現場主義というよりも、よりこう何でしょう、概念的なものも含めたアウトプットというものが想定されているものかなというふうに考えております。
したがってその社会実装というところを考えたときに、マルチとマルチではややちょっと形態が変わってくるのかなということを、念頭に置いております。で、これがディステックス の, そのオペレーションの全体像を示したものでございまして、今ちょうどこの研究開発の推進というこの 3つ目のフェーズになっているところです。で、このまあフェーズの後にはですね、実際にその成果を社会に実装していくということをまあ期待して、皆様に、プログラムにご参加していただいているというようなところでございまして、一応この人と情報のエコシステム、それから政策のための科学ということに関しましては、まあ、対応は違いのも、いろいろな意味での社会実装というものを期待しているところでございます。で、現在のディステックスで運営しているその領域とプログラムの全容なんですけれども、例えば人と情報のエコシステムの右側に書いてあるその安全な暮らしを作る新しい公私空間の構築というのを研究開発領域がございますけれども、こちらの方は残念ながら工場も終わってしまっておりますが、これの領域自体はですね、例えば虐待、幼児虐待であったりとか高齢者虐待であったりとか、ドメスティックバイオレンスであったりとか、高齢者の家庭内事故であったりとか、そういうその具体的な、イシューにフォーカスをした研究開発領域になっております。したがって先ほど申し上げましたその、カテゴリー1に該当するような領域になっております。で、それ以外いろんな取り組みも行っているところでございます。で、我々、リステックスの領域プログラムの運営体制の、まあ概要でございますが、必ずどの領域プログラムの、領域総括という方がいらっしゃいまして、この方がスーパーバイザーとして、この領域全体のマネージメントをしていただいております。総括一人で全部やるというのは難しいところもありますので、アドバイザーというさまざまなそのバックグラウンド専門性を有する方に、ご協力いただきながらこの領域を推進しているというところでございます。で、この総括のもとに、いろんなプロジェクトがぶら下がっていて、全体としてまあ、成果の最大化を目指した領域マネジメントをやっていこうと、まあ、そういう趣旨で、設立されている領域となっております。で、その成果の最大化を目指すために、まあ、いろんな手を変え品を変えいろんなことをやっておりますけれども、例えばサイトビジットと称して現地調査をしたりとかですね、必ず年に1回合宿と申しまして、プロジェクトの方とかアドバイザーの方とか我々リステックスのスタッフを含めまして1泊2日で、まあ、都内に泊まっていろんな共通課題を議論したりとか、今後のその領域の方向性であったりとか、プロジェクト別プロジェクトの方向性であったりとか、まあ、そういったところをみんなで議論するというような場を設けたりということもしております。あとは、まあ、アウトリーチ活動と称しまして、定期的にシンポジウムをやったりワークショップをやったりして、なるべくたくさんの方々を巻き込みながら領域を進めていくというようなことを試みておるところです。以上、私の方から簡単でございますが、社会技術研究センターの概要をご紹介させていただきました。この後北陽先生の方から具体的の、領域のお話があるかと思いますので、詳しい話は北陽先生に、バトンタッチさせていただきたいと思います。じゃあ北陽先生どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。